じゃあさあ、はい、俺のことは巷でベストナインおじさんって言われてるんだよ。あ、そうなんですか。来る人来る人に聞くというね、はい、だからそのやっぱり一人にもやっぱこう聞いとかないと、はい、そうですね、で、はい、まあ歴代の人もでもいいし、はい、まあ自分が本当に対戦して肌で感じた部分もでもいいし、はい、で今の選手でもいいし、うん、まあそんなからまあまあ大きな範囲で選んでほしいんだけ ど、はい、どう何がいい？僕はやっぱり対戦とか、ああ、そう、ね、自分がこう現役の時の選手ですかね、うんうん、はい、だやっぱり、まあ、ベスト、まあ投手からいくと、まあ、上原さん、まあ、先発で言ったら上原さんがダルビッシュ、うんうん、でもやっぱりこうダルビッシュになるのかなっていう感覚やっぱりインパクトが強いよな、すごいですよ、はい、やはりこうなんですかね、年々なんですかね、レベルアップしていくんですよね、うん、本当にだからその、ね、若い時からもすごかったですけど、それをまあ継続じゃなくてなんかこうまたこうどん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 こう上がってて、ステップアップしてる、もう異次元のなんですかね、もう今もうメジャーでもトップになってます。そうだよね、はい、いやいや俺あのインタビューした時にさ、はい、もう世界一のピッチャーになってるよねって言ったら、はい、いや世界一になるためにアメリカ行ってきますってで、サイ・ヤング賞、はい、今年候補だったじゃない、はい、そうですね、まあちょっとね、惜しかったけど、はい、でも、もう遜色ないよね。いやもう数字から言ったら、多分ダルビッシュ投手が取ってもおかしくなかったですよ。だよね、はい、だから、あれ、まあ、取れなかったんだっていう感覚です。だから日本人だから取れなかったんじゃないかっていう、あ、可能性はあるかもしれないですね。ね、はい、まあ、その中でやっぱダルビッシュと、うん、そうですね、それはありましたね。はい、キャッチャー、キャッチャーは、まあ、セ・リーグで言ったらやっぱり谷繁さんですね。もうあれだけの試合数を出て、あとは、まあ、やっぱり監督もやられてましたし、まあ、記録を残した選手でもあるので、あとは同級生で城島パリーグ、あれはすごかったです。僕同級生なんですよ。いいキャッチャーだよな、バッティングもいいしな、あんなパワーがあってっていうようなキャッチャーってそうそういないと思うんで、で豪快なんで、あとは引っ張れるよね、はい、ピッチャー、はい、だからそういう、まあ、育ってもらったっていうのはあるかもしれないんですけど、こう要としてどっしりとするキャッチャーっていう印象があるんですよ、うん、本当にこうチームをこう引っ張るっていうような、だからそういう風な部分があるので、城島やっぱすごいな、城島、はい、思います。初めてだね、城島って。あ、本当ですか。やっぱりね、はい、まあ、野村さんもそうなんだけど、はい、まあ、谷繁、古田、はい、二人に分かれるんだよね、大体。で、城島っていうのがなかなか出てこなくて、キャッチングとか言われてたんですけど、僕なんかこうバッティングの方に行っちゃうんですよ。やっぱあの豪快なホームランっていうのが、やっぱりこうね、右足をこう曲げないでベタ足にしながら反対方向にも打てるっていう、あのバッティングはすごいな。全日本の4番だからね、アテネの。あ、そうですね、やっぱ勝負根性あったしね。そうですね、で、そういうなんか勝負どころで発揮する能力を持ってるじゃないですか。彼はこう勘も働くし、まあ、彼かなと思いますね。ファーストは、セリーグだったらウッズ、タイロン・ウッズ、バケモンだったな。すごかった、飛距離がな、やっぱすごかったです。あの時はだから本当に第二回あの外国人みたいな感じで入ってきたんで、うん、その時はスティーブ・コックスでしたっけね、うん、あのメジャーでもこうタンパで4番を打ってたっていう選手が入ってきて、うん、で、まあ、あの予備でこう取ったような選手だったけど、キャンプの時にあそこの、宜野湾のバックスクリーンとかガンガンこうしてて、こいつはすごいってなってたじゃないですか。だって横浜スタジアムの電光掲示板超えてって超怖いだよ。僕あんなの見たことなかったですよ。あ、まあ、で彼が、まあ、僕ベンチでこう座る時に彼の隣に僕座ってたんで、で彼からもいろいろアドバイスをもらって、僕もまたこう調子が落ちた時にあのバッティング向上したっていう、こう部位に触れっていうのを初めてその時に聞いたんですよ。もう落としてあげるっていう、で落とした時に腰を回転してあげれば、腰を回転した時にレベルでこうパッとこう出るから、そこで力を加えて打つんで V だよっていうのを教えてもらって、そういうバッティングっていうのもこう取り入れ自分に、はい、取り入れた時もあったんで、うん、でもやっぱりあの飛距離っていうのはもうすごかったですよね。まあ、うん、打つね、打つ、あとカブレラ、でも打つなんでしょ。まあ打つになりますね、うん、
はい、セカンド。セカンドはローズです。あ、ロバート・ローズね。僕らでいうボビーですかね。ボビーね。はい、ローズはもう最強でしたね。やっぱ人間性も良かったですし、はい、いつもこう職員とかも連れてってくれて、いろいろアドバイスくれましたから、まあ、あの人の考えと、あとはセンスっていうのはやっぱすごかったなって。右方向にも打てましたしね、うん、あいつが入ってきたから俺寿命が縮まったの。あ、そうなんですか。そうだよ。え、じゃあ一緒にはやってるんですか。やってるよ。最初じゃあやってるってことですか。やってるやってる。だってセカンドやってて、あいつが来たからサードに回されて。そうなんですか。で、ゆくゆくファーストに行ったんだ。そういうのがあったんですね。 あっただから今出しちゃいけない名前出しちゃった。いやいやいやでもやっぱり優勝に貢献してくれたし、はい、やっぱあの勝負強さとさ、うん、え、130試合で160打点ぐらい上げたよね。はい、もう最高ですから。うん、はい、すごかったですよね、あの当時は。なるほどね。はい、サード。サードは、サード誰だったっけな。サードは、ここ超難しいです。誰と何やって。僕、江藤さんか、村田修一か、岡林、中村岡林。これちょっと、3人はちょっと難しいと思って。うん、まあ、江藤さんの打撃、まあやっぱりこう、なんですかね、参考にしてたんで。江藤も綺麗なバッティングしてたよね、スイングがね。あと僕、佐々木さんが江藤さんからバットをもらってくれた時があって、うん、僕に、あの、ひとしえですね、ちょっと江藤からバットもらってやる、うん、で試合のこうバットをもらったんですよ、使ってるやつで渡されて、音を聞いたら、すんごい変な音するんですよ、ボーン。え、これであんなにホームラン打つのっていうのは衝撃だったんですよ。まあ、普通こう金属音みたいなのするよね、キーンってね、ボーンって言って、え、じゃあこの人そういう木とかそんな関係ないのかな、うとんちゃうなんだな。そうなんですかね。だからそういうふうな思って、やっぱりこう道具もやっぱ大事だけど、やっぱそれ以上に技術がすごかったんだなっていう印象ありましたね。バットのヘッド使うのがうまかったよね。あ、そうですね。ちょっとこう言ってきてるとこも、でもやっぱもうシューもすごかったですし、まあでもおかわりくんになるかな。おかわり、おかわりくん、いつも同じスイングをして。そうだよな。で、そこに来たらもう必ずホームランになる。そうだよな。で、だから練習とかもホークスにいる時には、練習の時にはこう必ずこう打撃見たんですけど、うん、まあ簡単に打ちますよね。簡単だよね。はい、しかもその飛距離がすごい。で、それも力みなく飛んでいくよね。はい、だからその回転でこう打てるっていう。そうだよね。あれをこう真似しようと思ってもちょっと無理でしたね。でも見てて気持ちいいっていうか、成績も残しましたし、だ彼はだボールがこう変わっても関係なかったんで、はい、だ 飛ばないボールでした、ね、関係なかったですから、だから彼の凄さっていうのはやっぱあるなっていうのがありますね。だからおかわりくんですか、ね、はい、ショート。ショートは、まあ、石井拓郎さんかなとは思ったんですけど、よくよく考えるとやっぱり松井稼頭央さん。もうプレーもそうだし、かっこいいし、で左右で打てて長打もあってっていう、もうそういうもうカリスマ性があったんで、やっぱりもうまあ年もあの近いっていうのがあるんですけど、まあ全てを兼ね備えたプレーヤーだよね。そうですね。はい、もう、守備もそうだし、走るのも、投げるのも、まあ、ピッチャーもやってましたから、でパワーもあって、そして、まあ、あのファッション的なこうリーダー的なのもありましたから、やっぱもうね、髪の毛を金髪にしたりとかいろいろ真似しましたからね。今も真似してんの。これ違う、ちょっとオフになったんで。あ、まあなるほどね。ちょっとこう、はい、この前会った時は黒かったんだけどさ、あの娘がこう成人したんで、娘がこういう色なんでちょっと合わせようと思って、はい、でもそれ冗談ですけど、ちょっとあのオフになったんでこう気持ちも切り替えて野球選手あるあるじゃないですか。あるね、はい、もうあのシーズン中はやっぱりこうちゃんとした、まあまあそりゃそう、球場行くじゃん、はい、うん、なるほどね、はい、ショートは松井か、はい、さあ外野手。外野手はレフト、松井秀喜さん。ああ、はい、まあここはな、まあそうですね、もう守ってて、まあ、50本打った時はすごかったです、うん、打ち損じがフェンチョクでしたから。でもさ、ひとしの考えの中で松井秀喜のバッティングってあんま好きじゃないでしょ、はい、いや僕もいや真似したんですよ、あの、ここの使い方を。あ、そう、はい、こうやって構えて、まあ、よりシンプルだよね。そうですね、こう構えてちょっとこう上げてっていうのは真似して、うん、僕背番号6になる前55だったんですよ、うん、それは松井さんに憧れて55にしたんで。ああ、そう、はい、
だからやっぱりすごいなと思ってて見てたんで、ちょっとこう、ね、ネクストでのスイングっていうのはそこまで綺麗じゃないですけど、この試合で、ね、なった時のこうバットの出方とか体の回転とかっていうのは、まあ、シンプル、まあ、僕も好きだったんでそういう風なものは参考にさせてもらいましたね。そうなん、はい、やっぱすごかったですよね。いやすごいよ打球が違うもんな。違いますよね、打った瞬間のホームランっていうのはほとんどだったんで、もうピンポン玉だもんな、はい、すごいです。はい、2人目、2人目はセンター、センター、センターか、まあセンターじゃなくてもいい、外野手、青木か柳田、まあ、難しいです、ここは。まあ、こう、種類が違うんで。でも今になると、難しいなぁ。柳田かなぁ。にするでしょ、はい。もうホームラン好きなんで。そうだよ。もう絶対そうだと思ったよ。そうですね。やっぱりあの豪快なスイング、うん、一発でこう、球場の雰囲気を変えるっていう、あのね、飛距離っていうのはもう、まあ、やっぱすごいと思います。すごいよなぁ。あのフリーバッティングを見てない人は一回見てほしいな、はい、だからもう本当にだから早めにこう球場に、まあ、今はこういう状況ですけど、うん、まあ、皆さんと入られるようになったらホームグラウンド、ホームグラウンドは見れないですね、ビジターの試合の時に早めに行って見るとあのバッティングはずっと口開けて見ちゃいますね。すごいよな、すごいです、あの飛距離は。迫力もあるしな、はい、フリーバッティングであれだけ振るかっていうぐらい振るもんね。やっぱりこう、まあ、考え的にも、ね、なんですかね、試合で、ね、練習で振れないと試合で振れないという考えなんで、まあ、そうですね、試合の時から全力で振れて、僕もだからホークス行った時にそれ言われたんで、やっぱそれは王さんの教えなんだろうね。もうあると思いますね。そうだよね、はい、やっぱりそういうフルスイングっていうのはフルスイング、そうですね、オーバースイングじゃなくてフルスイングっていうのが、まあ、主にないとやっぱりそこからこう技術、当てるっていうことはできないから、そうだよね、基本は振ることだっていうのを教えられましたから。はい、柳田、はい、はい、あと一人は一郎さんです。ああ、はい、最後取っといたね、はい、ライトで一郎さんで、まあ、一緒にやってるもんね。一緒にも、はい、しましたし、最後の引退会見も僕、元プレイヤーでは僕だけでしたからね、あそこの場にいたの。ああ、そう、はい、最後、東京ドームホテルの、ああ、声かけてくれた。いやいや、もうそういう状況じゃないんですか。あ、そうか、はい、やっぱすごかったですね。やっぱすごい、一番最初僕すごかったの、すごいと思ったのが、若い時にオープン戦かなんかで、姫路に行った時にバッティング練習を見てて、あれがイチローだよって言われて見たらほとんどホームランなんです。そうだよな、ああ、え、何これと思って、僕当てる技術がある選手だと思って、ヒットを打つ選手だと思ったのがほとんどホームランなんです。いやいや、俺もさ見たときにさ、ああ、ほとんどもう、そうですね、言う通りホームランなんだよ。ああ、それもスイングバーン大きく振ってさ、ああ、だからもうそれに驚きましたね、うん、だからホームラン多分狙ってたらホームランとか絶対取れたと思うんで、うんうん、で僕現役終えて、まあ、解説の、仕事とかしてるんでアメリカに渡って WBC 以来の挨拶をしに行ったんですよ、うん、その時も練習見てたらほとんどホームランなんですよ。そうだよな、はあ、やっぱ この人って変わんないんだなっていう。9割5分ぐらいホームランですね。そうです、そうです。それを軽く打ってすんごい打球速度のボールを打ってるんで、でシーズン中もそうなんですよ。見事だよね、はい、すごかったです。なるほどな、まあ特徴が出るね、ベストナイン。そうですか。いやいや、ひとしはやっぱ、はい、打てる、それもホームランが打てる、はい、打者をほとんど選ぶじゃん。ああ、そうですね。キャッチャー面白いよ。え、どういうふうな選ぶ？守れる人を選んでいくんだよ。打てても守らない人はダメなんだよ。じゃあもう自分がこう守ってて信頼できるっていう、そういう感覚なんだよ、やっぱベストナイン選んでもらっても。だから人それぞれやっぱあるなと思って。あ、そうですか。僕なんかこうやっぱこう花があるとか、なんかこう豪快だとか、そういう風な感じにいっちゃうんで。自分入れなくてよかった。あ、忘れましたね。忘れたね。いや、僕は最強じゃないです。いやー、今度はなんか、ひとしに素質だけのベストナインを選んでもらおうかな、今度はね。ああ、いいですね。そしたら自分入るよ。
それでも入れないですね。いや絶対俺は素質だけのベストナインだったら俺は入れるから、そうですか、はい、いやでもそれ面白いですね。面白いでしょ、はい、素質だけもう見た感じでこいつもったいない、なんでやねんって、はい、まあ半分ぐらいしか出てないからね、まあ、素質の、そうですね、はい、ね、そうですね、うん、2000本、400本、300盗塁してないのがダメ。はい。